はい、どうも、レイです。前に任天堂ダイレクトの予告映像で公開された新しいサブウェポンの情報が任天堂公式、スプラトゥーンの公式で判明しました。その名も炭酸ボム。パワーを貯めるほど効果が高くなる。振ったら振った分だけ高くなると。で、この武器、なんか小刻みに動くとパワーが素早く貯まるって書いてあるから、まあ、こんな感じに煽ってる感じでいいんじゃないかな。これでパワーが高くなるみたいですね。で、これが公開される前に届いたメールがあって、で、ちょっと見てみると、まあ、ロボットボムなんだけど、ロボットボムじゃなかったんですよね。何が言いたいかというと、まあ、ロボットボムなんだけど、形は、見た目はロボットボムだけど、やってることが炭酸ボム。で、これもらった時に合成かなとか思ったんですけどこれ炭酸ボムが出るから、これが多分炭酸ボムなんだなと。まあこれが炭酸ボムだと思います。3回跳ねるんだよ。3回こいつでも最大チャージすると3回跳ねるんだろうな。強そう、普通に強そう。でもなんか溜めてる時間にやられないようにしなくちゃね。あと武器とは関係ないけど、フェスがまたね開催されますね。期間が9月23日の15時から、9月24日の15時まで。祝日を使ってフェスがあるみたいです。しかも内容がズブアンとコシアンだって。おしるこか。てか、おしるこの時期じゃなくない？鏡開きだから、まだまだだぞ。冬だぞ、これ。時期が違うんだよ。まあ、でも多分自分コシアンが好きや、コシアンかな。フェスも頑張りましょう。はい。今回は新しいサブウェポン、炭酸ボムだったんですけども、またね、スペシャルの、元気玉みたいなやつとか、ピコピコハンマーみたいなやつとか、の詳細が、またね、出るみたいなんで、そちらもね、紹介していきたいと思います。最近さ、紹介動画みたいになっちゃってて、ま、本当はね、もっと面白い動画ボンボン上げたいんだけど、スプラトゥーンアップデから結構変わるんで、ちょっとこれをまだね、伝えていきたらいいなって思ってます。ということで、これからもご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。